トド文字は、オイラト語の表記のために1648年に、ザヤ・パンディタが、モンゴル文字を改良して作った文字。オイラト文字とも呼ぶ。モンゴル文字と同様に上から下へ縦書きされ、行は、左から右へ進む。単語は続け書きされる。カルムイク共和国の入り口に立つ標識ダライラマ5世の時代のチベットにおいて、カルマ派と対立していた、ゲルク派は、 保守とのグーシハーンに援助を求め、これに応えて、グーシハーンは、ラサに入ってダライラマと名約を結んだ。グーシハーンは1637年に、青海の覇者となり、その後チベットを統一した。それと共に、それまでシャーマニズムを信仰していたオイラトにゲルク派のチベット仏教が伝来し、オイラトの貴族は、この一人をラマにする義務が生じた。そのようにして、 ラマになった人物で最も重要な一人が、保守都のザヤパンディタであり、弟子と共に200を超えるチベットの文献を翻訳することによって、オイラトの仏教普及に大きく貢献した。1648年に、ザヤパンディタは、経典を正確に翻訳するため、及び、モンゴル文語と大きく異なるオイラト語を忠実に表記するために、トド文字を考案した。トドとはモンゴル語で、 はっきりを意味し、はっきりした文字であることを意味する。モンゴル文語の表記に使われていたモンゴル文字は、ウイグル文字をほぼそのまま、モンゴル語の表記に採用したものだが、その文字には、様々な曖昧さがあった。まず母音を表記しないアブジャドである、アラム文字に由来する文字であるため、モンゴル語の7つの母音をうまく表すことができない、問題があり、古党以外では、A と E が、 文字の上で区別はつかず、さらに音節末の N とも同型になってしまっていた。O と U とも区別はつかず、五島以外ではこの四つの遠心母音はすべて同型になった。死音は無声音と有声音がしばしば同じ文字で表記された。さらに五島では Y の区別はつかなかった。とど文字では元のモンゴル文字に大きな改定を加え、 これらの曖昧さがほぼ完全に除かれた。七つの母音のために七つの文字が用意され、また新しい記号を導入して、長母音が書き分けられるようになった。N の語中型には常に点が加えられる。無声音と有声音は書き分けられる。また語中における字型の違いは減少した。TS Z が区別できない問題があったが、現代ではの方に記号を加えることで書き分けられる。ロシアのカルムイク語の表記にも使用されたが、1920年代にキリル文字及びラテン文字に置き換えられた。ユニコードでは1999年のバージョン3.0でモンゴル文字のブロックが追加され、その中に満州文字やシベ文字などとともに都度文字も含まれている。 とど文字の書き方は伝統モンゴル文字と同じである。方向は上から下で行は左から右に並ぶ。単語ごとに書かれ、単語の間にはスペースが置かれる。文字は単語の最初、途中、最後で形が変わる。それぞれの単語には縦一本の軸を持つ。句読点は伝統モンゴル文字と同じである。ザヤパンディタ像。 ロシアカルムイク共和国の主婦、エリスタに所在す、トド文字で書かれたガーバンシャラブ、4オイラトシ。これは、オイラトブサイコの歴史文書である、トド文字の字母は次の通りであるビート母音が続く、時など、一部の文字は特別な書き方をする。ありがとうございます。